2月1日、キユーピー株式会社は、2013春業務用新商品試食発表会を渋谷区の本社で開催しました。記者会見では、和田義明常務取締役商品開発本部長が中期経営計画について説明し、創立100周年に向けてキユーピーならではのユニークさの発揮、創造を核に真にお客様に喜ばれる商品作りを目指したいと語りました。今回発表された春の業務用新商品はリニューアル商品11点を含め計37点、中でも今期の目玉であるクローズアップ商品はキユーピーバターミルクランチドレッシングです。ランチとは牧場を意味し、アメリカでは最もポピュラーで定番のドレッシングの一つ。バターミルクのコクを生かしたクリーミータイプで、サラダだけではなくディップソースとしても楽しめそうです。私もこれ大好きで、すごく美味しいものなので、日本にこれを普及させていろんな人にこの美味しさをしてもらいたいなというふうに思ってます。見た目もシーザーに似てるっていうことで思われるんですけど、アメリカではランチというのはこのドレッシングの味の種類、この味のタイプをランチドレッシングと言っていて、いろんなメニューにこの味を使ってもらえてるドレッシングなので、日本でもたくさんのメニューに使っていただきたいなというふうに思ってます。このほか量販店のシニア対応傾向に対応した商品として、具沢山ソース野菜あんかけ、パン業態に合わせて改良を加えた具沢山フィリングなども新発売されます。またキユーピーの卵加工技術を生かした新たな催事提案として、スーパーマーケットやベーカリーなどとタイアップし、イースターのキャンペーンを行うと発表しました。私ども様々な形でですね、FS、業務用だけでも50種類のドレッシングを出しているんですが、新たなドレッシングの提案ということでですね、最近はパン業態に向けて提案をさせていただいてますので、そういったことをですね、家庭用の販促にも今後はつなげていきたいなというふうにも考えております。